え、これ、いや、それはない、そんな、こんなぬるっと終わることある。もうちょっと釣るならちゃんと釣ってよ。では、いいんですか、自己紹介しなくて。あ、確かに。自己紹介、あ、まあ、まあ。まあまあ、いらないですか。ぬるっと始まったな。アマングアス。宇宙船を舞台にした人狼ゲーム、そのルール説明をしていきます。プレイヤーはインポスター、そしてクルー、こちらの2つの陣営に分かれて勝負を行います。クルーの勝利条件、会議を行いインポスター全員を船から追放する、もしくはタスクと呼ばれる仕事をクルー全員が完了させます。インポスターの勝利条件、クルーをキルや会議で追放しインポスターと同じ人数にします。インポスターにできること、クルーをキルです。またサボタージュと呼ばれる妨害を発生させられます。そしてベントと呼ばれる通気口で移動ができます。ゲームが始まると会議時間以外は通話ができません。その自由時間はそれぞれの役割に沿って行動をしていきます。死体の発見や緊急会議ボタンを押すことで会議へ移行します。その会議の中で怪しいと思った人に投票し多数決で追放する、こちらを繰り返すゲームとなっております。果たして勝つのはインポスターかクルーか、お楽しみに。お願いします。はい、ということでアマングアスコラボ、いや、やりたかった、ずっとやりたかった。でしかも一発目で今インポスターですよ。どうするどうする、まずどうする、あ、一旦ここタスクやってるふりしようか。あ、でもあれか、サボタージュやろうか。サボタージュやりたいよね。電気やりーの電気やりーの、ここで噛もうか、噛もうか、噛んじゃい噛んじゃい、レックさん噛んじゃい、はい、噛んだ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 、はい、こうやって今、あれ、早くないですか。早いですね。ちょっと、ちょっと何？違う違う。いや誰だ？これは、いやもう完全に分かりましたよ私は。誰ですか？何何？これはバルさんですね。え、なんで？お、なぜと。え、なんでなんで？ナビゲーションにレックさんいたんですよ。なんか、うんうん、あの操縦席の陰に死んでて、うん、でそっから。バルさんがテトテト出てきた。いやいや、それはないですね。いや確かに一緒に入ったんですよレックさんと、うん、でそのまま出てだけなんで、これカボちゃん出てだけなんで、これセルフやってます？これセルフやってます？ベントか、ベントで誰かが出たかもしれないってこと？それはもう、いやまあそれはわかんないけど、いや僕が出るときは出ましょうか。あ、うんうんうん、確かに確かに。僕エレクトリカルです。電気室、僕もエレクトリカルです。早かったよな、めちゃくちゃ優秀だった。確かに、うん、そうね、早かったです。向かうまでもなかったわ。向かう途中で終わりました。この方セキュリティにいて、うん、監視カメラ見てて、確かにバルさんとカボちゃんさん、カボちゃんがナビゲーションのそこの通路ですれ違ってな、みたいな。そう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 。なるほど。あと、なるほどね。とカルデラさんは。カルデラさんはカフェテリアにいた。カフェテリア。カフェテリアにいたね。うん。カフェテリア。え、石子さんは？石子はエレクトリカルの廊下にいました。うん、うん、キューブさんは？ウェポン？私はウェポンですね。うん、ああ、ウェポンならワンチャンペント。あ、でもね、キューブちゃんいたんですよ。私がナビゲーション行く間にウェポンにもすでに。うん、あ、そう、永遠に長いあの打つやつね、ピュンピュンするやつ。じゃあ二択ですね。いや俺絶対やってないよマジで。名探偵を処さないでくださいよ。いやこれカポちゃんマジで自分でやったでしょ。いやセーフあるんだよこのスピードだね。違う、あのバルさんがレポートしない時点でおかしいんですよ。えだって死んでなかったもんその時、出る時。え、じゃあ次、2人で行動はどうです？あ、それは全然ありですね。あ、いいじゃん、いいじゃん。え、つまんないの？まあ、いいけど。まだね、ちょっと。どっちでもいい。いや、絶対こうちゃんだ。どうなんだろう。誰入れたの？絶対俺じゃないって。あ、カメ探偵の名探偵。ミュートします。ミュートします。不本意ですが。
はい、早速早速バレたね。もうすぐバレたね。やべ、早まりすぎた。ちょっとね、あー、危ない危ない。停電が、あれ、カボちゃん、あれ、いない？ちょっと。いやー、停電直すのが早すぎた、マジで。ひどいよ。いやー、きちい、きちい。さあ、どこから行くかね。いや、これさ、もうさ、いきなり、まあいいや、これやってるふりしよう。いや、いきなりさ、くそマジで、くそマジ、弁当入ればよかったかな、弁当入ればよかったかな。いやー、でもさ、待って、カボちゃん、ちょっと待ってよ。電気室、結構いいな。電気室いいのか。よし。さあ、どこで、どうする？これ、カボちゃん殺すわけにいかんからさ。殺すわけにいかん。あ、やば。ちょっとあれ、ほらみんな言ったじゃん、だからズローって。え、違う違う、俺じゃないよ、キューブちゃん。いや、俺じゃないって。ちょちょ、今上上がったら死んでたんだって。どこで死んでたの？あの電気室の上んとこ。でもエレクトリカルでしたよね、あのあれなったの。あ、そうだから行って、でカボちゃんが直してくれてたから上のタスクやろうと思って行ったら、スケマルさんが死んでたのよ。いやだとしたら俺一緒にしてた？え？カボちゃんとバルさんって一緒にいた。途中ではぐれたんですけど。どこで？あららら。どこで？途中ではぐれましたよね。どこでよ？え、アドミンらへんからはぐれませんでした？え、ずっといたでしょ、近く。もうこれは視界の差ですよ、皆さん。てか、だとしたら、違う、だとしたら、あれよ、エレキに一緒に、先に入ったのカボちゃんで、俺後から入ってって。え、嘘。え、そうだよ。私、直してたから見えてないやん。ああ、そうかな。で、直してくれてたから、そのまま上行っただけなの。キューブちゃんどう思います？一緒にいたんですよ。カボちゃんさんは直してましたね。そう、それは直してた。確かに直してくれてて。私はそれを見てます。でもまあ後から行く時間もないじゃない。ないね。それ以外の人はいなかったね。いなかった。絶対弁当だって。いないな。ね、メッドベイにいたかもしれないけどね。あの弁当でね。そうね。弁当使ってれば違うけど。ちなみにスケバルさん最後に見たのってどのあたりですかね。いや見てないな。自分はあの保管室で見ました。すれ違いました。保管室。あー、そっちか。どのタイミングで。あ、序盤か。私も序盤でアドミンで最後見たのが最後だな。あ、同じくです、カルデラさんと。あ、てかなんかアドミンめっちゃ集結したんよな。で、さっきバルさんいたような。バルさんいたような。いた。バルさんいた。バルさんも私もいた。そう、だから一緒にいたんだって。どうね、ずっとアドミンいたのね、カルデラ。マジでずっといたの、カードできなさすぎて。わかる。で、その時ね、結構ね、バルさん見たよ。あ、でもそう、その後なのよ。その後。その後。その後別れたとしても、だから俺、後ろからついてきてんだから、先に行って殺せないんだって。うん、まあそう。僕これどっちも釣っていいと思うんですけど、どうです？え、これ押します。じゃあ俺、カボちゃんいる。あ、押せなかった。あ、バルさん。え、これ、いや、それはない。こんなぬるっと終わることある？もうちょっと釣るならちゃんと釣ってよ。え、カボちゃんも釣って、カボちゃんも釣って。いや、それはおかしい。だって、ミュートします。ミュートします。イフさん、ごめんなさい。マジでごめん。すぐ釣られすぎた。もう一人ぐらい噛んどきゃよかったね。いやー、こうなるんだったらカボちゃん釣っときゃよかったなー。マジでミスったなー。ポンコツすぎた。ポンコツムーブすぎました。
はーい。はーい。はーい。もう弁明タイムいいですか？じゃあ。どうぞ。はい、どうぞ、はい。むしろなんで私のこと疑ってるのかがわからないんですけど。はい、一応と村目線だと、うんうんうん、どっちにもやるチャンスがあったのでエレク間違いない。ナビゲーションはまあ確かにセルフレポートのタイミングはあるけど、エレクトリカルはできないですよ私。あ、それに関してはもうエレクトリカルは別の人の可能性があるので、そこはそう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 、天才天才、ね、いざいざナビゲーションでもうカボちゃんとバルさんが対立しているので、え、でもいいぞいいぞ、シールズあいなかったのか、誰もシールズとか、レックさんが死んだ時いやなかったんよ、いなかったんですよ、ね、ウェポンはキューブちゃんが見張ってたから、うん、シールズの弁当出てきたっていう可能性潰せないから、うん、ちょっとまあ一人は連れてるからいいっちゃいいんですけど、なんかだったら見張ってほしい。あ、でこれでさバルさん違かった時やばくないっていうのが私は本当そうだよね、本当、まあ、そうですよね、これでバルさん違うともうこの後場合によっては殺されちゃうので、うん、めちゃめちゃバルさんだから大丈夫。いや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 めちゃめちゃバルさんだから正解だよ、めちゃくちゃバルさんだから皆さんマジ、うん、この信用できる顔を見てくださいよ。いやできねえよ。いいぞいいぞ、これ結構、いやこれカボちゃん釣ったらでかいぞ、強盗しそうなんだよな。頼む頼む、アナさん頑張って、ローラローラついてきてくださいよ私に。いや釣ったらいいよ、僕は釣った方がいいかなと思います。僕も釣った方がいいかなとちょっと思いました、うん、ここで正直、うん、残しとくメリットはないないね、ないないない。カルちゃんいいぞ、カルデラ。ひどい。え、カボちゃんってタスクどれぐらい残ってますか？まだまだ残ってますですよね。じゃあ、うん、早く幽霊になっていっぱい終わらせる、うん、ひどい。いや確かにそうだね、めちゃめちゃ文句くな。残しとくメリット前とかって村人ったらどうしよう。あ、村なんですけど、じゃあ一つ言えるのはキューブちゃんは白いってことはお伝えしておきます。あ、了解です。わかりました。よしよしよし、それはありがたい。じゃあキューブちゃんの動きには動きを見てるわ、大丈夫と思ってます、うん、で投票を、よし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 、天才。あ、でもスキップしてる方もいらっしゃる。まあキューブさん目線かな。ミュート。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、素晴らしい、素晴らしいですね。いや、これで弁当だったらいいだな。完璧です。さあということでね、しっかりと釣ることができましたということで、停電しとく？停電 C の停電好きなんだよな。あー、リアクターとか行ってく？いやちょっとどう動いていいのか全然わからん。イフさんだいぶうまく潜伏できてると思うから、あとはもうどうする。カボちゃんカボちゃんあおろ、あおっとこあおっとこあおっとこ。イフさんどうするどうする。サボタジやった方がいいよね。俺やるわ。何やる、どれやればいい。イフさん教えてくれ、俺にインポスターの動き方を教えてくれ。くそー、初のインポスター勝ちたいよ、勝ちたいんだよ。これ閉じての、おお、やったやったやった、お、素晴らしい素晴らしい、閉じたの正解じゃないこれ。いいねいいねいいね。あ、ごめん邪魔だったかな、ごめん邪魔だったらごめん、それはごめんだわ。このあと O2 行こう。 O2 やったら死体の発見は遅れるはず。いいよいいよ。はいはいはい、セキュリティに、うん、うん、誰だ、アナさん、アナさんかな、アナさんやられたか、出ました。ああ、え、セキュリティのどこですか。セキュリティのあの見るところです。あ、監視カメラのここ、はいはいはい。どうする、てか人いな、もう4人ですね。もう人いないよ。もうな、途中でカメラはついてたんで、うん、それをじゃあ見てたのは多分アナさんなんですよ。うん、あ、それで多分いつぐらいですか。
一回目のリアクターが終わって、うん、で、うん、上回り行って、はいはいはい、カフェテリアの扉が閉まってたので誰かわかります？わかんない。あ、いやわかんない。閉まった、閉まってた。そう、なんか閉まって開いた時にアドミン行ったらカメラがついたんですよ。うんうん、はいはい。おお。そうなんで。やつだな。まあ、何回か閉まってるんよな。確かに。うん、あ、そうなんですね。なんか2回ぐらい閉まってて。いいよいいよ。みんなどこいました最後？最後はまあセキュリティ。うん、私もセキュリティ近くで。いいよ。ああ。西子さんが最初なんか下部エンジン行ったら閉じ込められちゃって。うん。でそっからあのまっすぐ上部エンジンの方に行っちゃったのかな。うんうんうん。多分。そうですね。そうですね。そうですよね。そうですね。それで自分はなんとなくセキュリティ行こうかなって言ったら見つけたんで。ああ。確かにイフさん途中まで一緒でしたもんね。そうですね。よしよし。人に会ってないよな。これある。絶対。カルちゃん釣る流れにしろ。見てないなって最後に。僕の後ろの方にいたのって誰でしたっけ？私ですね多分。あ、キューブちゃんか。さあ、全然左側行ってないんだよな。右でウロちゃん。あの多分エレクトリカルの右の方のところで知ったのを見つけたんで、エリフにいようかなと思っていた。うんうんうん。あ、みんな的にはどう？いや、僕的にはまだ一回も会ってないカルデラさんなのかしらって。うん、いや、そうなんだよな。なんかみんなの中で絶対カルデラ黒いんだけどさ、マジで白で本当にタスクをこなしてただけなのよ。でも私の中でカルデラさん白いんですよ。マジ？あ、そうなの？あの、ダウンロードのタスクをウェポンでやってたんで。ちょ、もう一回押せ、もう一回押せ。スキップで押せ。もう一回押せ。もう一回します。うん。もう一回押しましょう。はい。はい、ミュートします。はい。さあこれ大事だね。ここでのサボタージュ大事だよ。しかギリギリにした方がいいもんね。タイミング、あ、いいよ、ごめん、イフさんありがとう、ごめんごめん、俺がやるべきだったけど、ごめんごめん、ありがとう。さあさあここで石子さんがいて、あ、イフさんが待ってるパターンのね、これね。ああ、しょうがないな、どうしようもないな。はい、ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。これわからん。どんどん。わかんないよ。カルデラが白い理由を。エフさんも一緒にいたし。うん。そう。エフさんも今さっき一緒にいたけど、でもなんでさカルデラさ白い？いやまあ白いんだけど、なんでなんだろう。自分で言うかい。最初ウェポンでダウンロードのタスクを多分やってて、私一緒にとこでタスクをやってたんですよ。そうね、うん、ダウンロードやってた。なんか私あのあそこの下のうん、なんだ隕石を壊すタスクってめっちゃ長いんで、はい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 、多分誰でもやれるんですよ。うん、でもなんかこれだとうろうろしてけど。なんかやられなかったしなみたいな感じがあった。いや弱いんじゃない？詰めれんじゃない？もうなんかなんとなくですけど、そしたらまあ消去法で石子さんになっちゃうのかなって。私石子さんなんだよね、私の中で。なんで？ちょっと待ってくださいよ。なんかね、にいたっていうのがこうあって、タスクやってる感じがなんか2回ぐらいすれ違ったんだけど水色と。うん、なんか歩き回ってるよな。そう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 、はいはいはい、なんだろう、なんか止まっていいなんか作業やってるとかじゃなくて、なんかね、なんか左なんかちょっと視界暗いところの水色いとはみたいな感じのなんか2回ぐらい。石子さんあの初心者だからちょっと前から結構うろちょろする癖があって、いやいやそれはちょっと考慮しちゃうとあれなんですけど、でもまあ、うん、挙動が怪しい。怪しい、ね、ね、石子さん、はい、タスクどんぐらい残ってる？タスクあと2個で終わります。どの辺？電気室のシールドのやつと、うん、あと原子炉起動です。ああ、あれの2つで、ちょっと攻めちゃいますけど、これ釣っちゃった方がいいんじゃないかなって。
マジで？そしたらなんかイフさんらしい気がします。私なんでなんとなくだってもう確実じゃないですか、かぼちゃんさんとバルさんさんつったんだから、もうあと一人。ちょっと多分そこで急ぐの怪しいな、エフちゃん。なんで？マジで？いや、そ、最終地点、私イフさんとセキュリティに入ってるわけじゃないんで、セキュリティでイフさんがセルフレポートは可能ではある。いや、でも、あ、確かに。でも、あのバルさんいなかったよねって。カルデラさん入れた。カルデラさん入れた。え、マジで？嘘でしょ？嘘。なんだと？マジでなんでよ。ナイスイフさんごめんなさい、イフさんごめん。ナイスカボちゃんに見られちゃった。ナイスごめん。あれは石子さん、そう、すごい細かく言ってくれたし、でもなんかそのノリでちょっとあのイフちゃんがもう石子さんを押してたから、これはナイス。いやぬるって入れてしまったのはちょっと申し訳ないけど、いやイフさんめっちゃうまかったよ、マジで。嘘、イフさんマジうまかった。真顔で入れちゃったわ。イフさんスキップレスラー勝ってたね。ねー、そうだね。押したねー。いやー、カモちゃん道連れありがとう。アナさんナイスアシストでした。カラカラカラ。正直あのバルさんが議題に上がった時、普通に声出してマジか。いやマジでごめん。いやあれはごめんとしか言いようがないね。いや初インポスターとか全然分かんなかったもん。最後に分かんなかったマジで、誰がなんか。お前が入れてんだよ。最後の一滑りがな。いやでもそんな悪くなかったと思うけどな。カルデラが思い強すぎたっていう。確かに。いやでもカボちゃんも釣られてっから。結果俺の勝ちだから、あれは。このチーズに、このチーズに。でも村勝たせたのもチーズなんだよな。そう、そうなんだよな。オッケー。どっちもどっち。